今日は名古屋学芸大学の名城前医療キャンパスに来てます。ということは医療系の学生さんということで、どんな話が聞けるのかとっても楽しみです。現役大学生のシンガーソングライター、私みゆが同世代の大学生にインタビュー。歌を通して夢への活動を応援する番組、夢活。この番組は名古屋学芸大学の提供でお送りします。今回お話を聞く学生は、シンガーソングライターのみゆです。名古屋学芸大学看護学科2年の葵です。よろしくお願いします。 いろんなお話を聞けるのを楽しみにしてます。はい、ありがとうございます。見晴らしのいい大学内のロビーでインタビュースタート。看護学科の学生さんということで、はい、夢はやっぱり看護師ですか？はい、看護師です。そうなんですね、はい、なんで看護師を目指そうと思ったんですか？そうですね、私は小学校の頃に医療系のドラマを見たんですけど、そこで看護師っていう職業に憧れを持って、そこから中学生とか高校生で職場体験とか看護実習っていうものにたくさん参加させていただいて、やっぱりかっこいいって思って看護師っていう夢が固まりました。将来どんな看護師さんになりたいですか？信頼される看護師になりたいなって思ってて、その自分の言葉に責任とかを持つことで、その患者さんに対して安心させてあげられる、それを大切にしたいなって思ってます。これがあるからこそ頑張れるみたいなことありますか？医療ドラマがやっぱり好きで、そう医療ドラマとか見てると、あ、自分も早くこうなりたいとか、こういう風に働くために今頑張ってるんだって自分では思ってます。いや絶対なれると思います。かっこいい看護師さんに頑張ります。はい、応援してます。ありがとうございます。次回葵さんに即興ソングをプレゼント。憧れている今もずっと